それではファーストニュースです。画像ツンクにフォローされて驚いたアイドルさん、やらかして炎上、わら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 、あ、声出たってツンクにフォローされて嬉しくて声が出たってことですよ最低最低あなたちょっと少しは考えなさいよこれもう終わったね返信もしてくれなくなると思うよ、うん、前にさ、パン君のさ友達も中学校2年ぐらいの話なんだけど、車にさ、ひかれてさ、で足さ、骨折しちゃったのよ。でさ、ギブスしてたんだけど、当時ってギブスにさ寄せ書きみたいな感じで、なんていうの、早く退院しろよとかさ、ってマジックで書くの流行ってたのよ。でさ、パンクの親友でみっちゃんって今ね、みっちゃんがさ、来て、あ、俺にも書かせてよってさ、ギブス書こうとしたんだけど、ちょっと書けづらいから足をさ、グイってひねったのね。うん、複雑骨折になっちゃった。あのね、ほんと考えた方がいい。うん。いうね、考えて、あなたも、あかんよ、これ。男子レスリング大会に盗撮男現る。無観客開催の西日本学生秋季リーグ戦に侵入。7日、大阪堺市の金岡公園体育館で行われた西日本学生秋季リーグ戦が開催されましたが、無観客で開催された男子選手のみが参加する大会に一般の人は会場に入れないはずが、カメラを持ち歩いていた男を発見した。関係者が事情を聞いたところ、しどろもどろに答え挙動不審だったそうです。撮影した写真を確認し、数枚から盗撮目的とを見抜き、大阪府警に連絡して、ぎっちパンクね、思うんだけど、こういう人ってさ、無観客試合でしょ。観客行ったらおかしいじゃん。しかもカメラで撮ってたら、なおおかしいでしょ。もうわかんなくなっていいよ。これね、足に GPS もつけるしかない。あ、いや、それじゃ甘いか。じゃあ首につける？それで、半径何メートル以内離れたら爆発する、あ、それでバトルルワイヤルいや、でもいいか、離れなくても。瞬時爆発させよう。それがね、家のためだったもん。記事読んでたらね、かなり前からこういうなんか変な人いっぱい来てんだって、大会とかに。で、中にはさ、新聞記載を偽って入ってくるやついいんだって。そこまで。でね、コスチュームはさ、体にフィットしてるじゃん。で、いい体してるし、鍛えてるし。だから、ね、止まらないそうだよ。それでね、もう、そういうのは、ちょっとね、取り締まったりとか、あと、注意喚起したりとか、いろいろやってるらしいんだけど、特に学生の大会とか、半端じゃないらしいよ。大体、そういう目的で撮影してる人って、わかんないよ。そういう目的の人って。なんかね、雰囲気とか、あと、その、なんていうの、走ってるオーラとかさ。わかんないよ。今から6年とか7年ぐらい前かな、友達のさ、家の子がさ、運動会やるから、ファン君来るって。友達夫婦に誘われたのよ。そこんちのね、男の子と女の子可愛いから、いろいろプレゼント送ってあげたりしてたのよ。で、友達よりも、パンクの方が人気になっちゃったんだけど、汚い大人と呼んでもらってもよろしくてよ。その子んちのお姉子も可愛いのよ。パンクのことお兄さんって言うの。あ、それでね、行ったらさ、撮影、まあ、親御さんとか撮るじゃん。その中にさ、明らかに違う感じの人いんのよ。雰囲気が。なんだろう、
もうね、なんかオーラが走ってんのよ。で、ファンクだけじゃなくて周りの人もさ、ちょっとなんか違くないかっていう、なんかそういう話がさ、なんかクソ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 って出だしたのね。なんかこの先生がさ、いろいろ声かけに行って、で、いろいろ話したんだけど、まるまるちゃんのなんていうの、親族だしみたいなこと言ったらしいんだけど、いろいろ学校の先生と話してて、そんな子いないことが発覚したの。で、そろそろ叩き出されたの。わかんないよ、なんか雰囲気で。なんだろうね、独特な、なんていうの怪しい雰囲気で。接したことある人だったらみんなわかると思うの。一発でわかる。あと、そういう人ってさ、なんで、カメラ半端じゃなくあんま、キャタチとかさ、レンズとか、プロ並みになんかこだわりしようんだろう。そこのね、運動会に来てた人もそうなの。なんか、報道カメラマンっていうような、ね、そんな感じのすごい人だったのよ。だから今度、レスリングのさ、大会とかさ、楽屋にさ、蝶野を待機させるっていうのどう？年末の山崎放送みたいな感じでさ、ガッテンをつったら、ビビッシュすべてのレスリング大会に蝶野に来てもらった方がいいんじゃないかなと僕思ったのよ。それではジャッジ速報です。目の前で事故があった。危ないので発煙筒置きに。あ、優しいじゃない。事故った若者3人組にハイエース取って逃げられた新東名高速下り 149km 誰か捕獲してくれジャゲじゃないそいつ盗難されたハイエースこの人ってあれダカールの人だっけ確かあれこれそうだよね株式会社アディック代表取締役社長オフロード専門店ビバンク大阪レディ担当サハラマラソン3年連続日本人最高位あらららら。ごっついじゃんこのバイク3で取られんのあマジであともう、1台本ちゃんのバイクも。あと財布なで1台。嘘。窃盗犯は男2人、女1人、チンピラ風。1人は頭に怪我。新東名、島田、金谷 IC で降りた模様。見かけたら情報お願いします。事故の取り締まりが済んだので、これから、所轄警察で窃盗の聞き取りです。おまわりさん、黒トレ購入検討中とか、なんとなく名古屋。この人面白いね。それで、出てきたのね。よかったじゃな。警察に車が届きましたが、鑑識あるので触るのも不可。よかったじゃん。思うんだけど、あなた YouTube 来たらどう？この人面白い人じゃん。なんかこの人ツイッター見てたら一挙好きになっちゃったんだけど。でも帰ってきてよかったね。東京や神奈川、埼玉など関東で不思議な帯状の雲が出現。ビクロブニュース。神奈川や東京、埼玉とか。10時は今日これは強い風が吹いた際に見られる雲でその見た目からロール雲と呼ばれることもあるなんかファンクにはモンスターエナジーに見えるでも面白いねずっとさ外いたんだけどバイク乗ってたからさ空はちょっと見上げなかったなそれだけ心の余裕がないのね空を見上げる時間だけでもね自分にとってあげたいかな、私を物にしたいならもっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ男ならそれぐらいできなくてどうするのそんなんじゃファンコは乾いたままよ
全然乾いたままなんだからね。東京シルクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。